はい、そうです。はい、ありがとうございます。お預かりします。おはようございます。10月19日木曜日ですね。現在の時刻は朝8時半を回ったところです。8時15分にオンラインにしまして、今日の1軒目、出前館で某中宇さんを運んでいるところです。出前館の配達完了しました。でもう木曜日になるんですけどね、今週のウーバーさんの方の配達件数、なんと月火水3日間でまだ0回です。今週はね、ハズレクエストいただいてるんで、ウーバーさんにハズレでは動かんよっていうね、断固たる決意を見せつけていると。はい、そういうわけではなくて、日曜日の夜から、おっと早速ウーバーさん来たよ。これは行っちゃおうかな。8時41分呼んでくれたのは吉野家市場頂点さんです。で、話の途中になってしまいましたけれども、日曜日の夜から夜勤ロング夜勤、夜勤日勤夜勤みたいな、そんなノリで働いておりまして、体疲れ切ってしまったのと、時間も実際本当になかったので、月火水稼働ができませんでした。でもって、こっから木金土日4日間で頑張ってウーバーさんやってかなきゃいけないんですが、今日もね、この後用事があります。1時間後ぐらいに集合ですね。職場の方の健康診断がありまして、午前中はまあアウトですかね。胃のレントゲンなんかもあるので。それでお願いします。はい、ありがとうございます。お預かりします。9時4分、吉野さんの配達完了しました。ということで、ようやく今週の Uber Eats 1件目の配達が完了です。で、健康診断の病院からちょっと離れてしまいましたので、集合時間まではあと40分ちょっとありますが、そちらの方に寄せていきたいと思います。あとね、今言った吉野家さん、牛すき鍋御膳なんていうポスターがイーゼルの中に入っておりました。美味しそうですね。昨日の夜8時以降食事食べちゃいけないことになっておりまして、はい、実際に何も食べていませんので、お腹が減っております。てくれたけどね、津田沼は全然逆方向で行けないんすよ。まあ分担感もあまりよろしくないですね。さて、時刻9時20分になりました。15分ほど待ちましたが、いいのが飛んできてくれませんでしたので、ここでオフラインにしようと思います。健康診断に向かいます。胃のレントゲンあるんでね、バリウム飲まなきゃいけないのが嫌なんですけど、しょうがない、行ってきます。分単価22円の7キロ571円いかないです。また22円飛んできた。今日はこんなのしか飛んでこないのかな。とりあえず拒否しましょう。はい、分単価また22円ですが、ダブルなんで、もしかしたら調整金つくかな。そんなに距離もないし、行っちゃいます。はい、時刻まもなく12時になるところです。健康診断終わって再開しております。まあ安い案件しか飛んでこないんですけど、しょうがないんで行くことにしました。 PPDDW1 店舗目がインドカレーナンハウス下さん中山店さんです。こんにちは。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。お預かりします。ダブルピックの2店舗目はモスバーガー下さん中山店さん、まもなく到着です。こんにちは、ウーバーです。はい、はい、ありがとうございます。お預かりします。12時19分ダブル配達完了しました。見積もりの予定時間よりは3分ほど早く完了してますが、一応調整金いただいてます。わずか37円ではありますが、21分かかって577円の報酬ということで、まあ分単価にすると27円28円程度。
悪くない結果にはなりましたけれども、今日はやはり報酬出す気あまりなさそうですね、ウーバーさん。これは行っちゃいましょう。お次は5分ほど間空けましたが選びました。次もダブル案件選んでます。1店舗目が築地銀だこさん、2店舗目がバーガーキングさん、どちらも市川の日系コルトンプラザ内のお店さんです。分単価が33円くらい出してくれてますね。こんにちは、ウーバーです。はい、ゆず明太とファミリーコンボでもとかね。はい、合ってます。はい、じゃあドリンクないので1個です。はい、はい、お願いいたします。はい、ありがとうございます。12時56分、ダブル配達完了しました。今度は見積もりの時間よりも3分ほど多くかかってしまいましたが、調整金300円近くつけてくれました。最終的には31分かかって1212円報酬。今回はうまくいった感じです。ただし次は決まっておりません。久しぶりになった。行きます。いや、健康診断のレントゲン検査で飲まされたバリウムとその後処方された下剤の影響で結構体の調子が良くないんですけれども、そんな中で30分飲むをいただいてしまいました。1時26分に久しぶりに呼んでくれたのがマクドナルド市川ショップス店さんです。ブロックで、はい、袋お札です。はい、お預けで。はい、ありがとうございます。お預かりします。1時37分、マクドナルドさんの配達完了しました。で、今配達したマクドナルドさんが入っているショッピングモール、ショップス市川さん、はい、駐輪場からですね、出発しようとしたら警備員の方から声をかけられまして、今後配達員、フードデリバリーの配達員はショップス市川内の駐輪場の使用禁止と、駐車場にも立ち入り禁止、通り抜けも禁止というふうにルールが変わりましたと言われたんですが、はい、すごいルール作りましたね。配達員は邪魔だっていうんで、そういうことなんでしょうけども、モール内に入ってる加盟店の荷物をピックアップに行くのにそこまで除外する必要あるのかなっていう、他のショッピングモールにそんなルールあったかな。専用の駐輪場を設けてるところは結構ありますけどね、入るなっていうのは初めて聞いたような。他にもあったかな。お次は20分の無音です。閑散期っていう感じですね。呼んでくれたのは出前館です。某マクドナルドさんピックアップ向かいます。こんにちは、出前館です。はい、ならないですし、行きましょう。お次は5分待たない程度で呼んでくれました。2時13分です。ダブル案件、1店舗目が餃子の王将下総中山店さん。こんにちは、ウーバーイーツです。餃子の王将さんで5分近いピック待ちが発生しました。で、ダブルピックの2店舗目、デニーズ西船橋店さんです。こんにちは、ウーバーです。ダブルピック完了しました。最終お届け先は餃子です。で、今回の案件、分単価が25円くらいですかね。29分で730円見積もりです。調整金に期待。いやー、鎌ヶ谷か。まあ行ってもいいんすけどね、ならないし。2時48分ダブル配達完了しました。予定の時間より5分くらいオーバーですかね。まあ、ちょうど餃子の王将さんでピック待ちがあった分の時間分のかかったような形です。で、調整金が240円くらいつきまして973円報酬、まあ、34分くらいかかって970円報酬、悪くはないですね。やっぱシングル案件よりはダブルの方が調整金ついて最終的にはいい金額になっていることが多いです。で、お次呼んでくれたのが、まあ、安いシングル案件、分単価20円、ポカラ伯爵さん、リトルインディアさんの別名です。はい、ありがとうございます。お預かりします。
ピックアップ完了しまして、お届け先が西道延ということで鎌ケ谷市。普段であれば選ばない場所なんですが、なぜ行くかって、まあなかなか呼んでくれない、今日はなりが悪いっていうのがあります。まずはね、閑散期。もう一つはですね、この後どうやら職場に行かなきゃいけないみたいです。一人体調不良が出まして、今結構忙しいんで、どうしても人手不足になりそうだから来てくれないかと。もちろん給料はもらえますけどねっていうところで、まあしょうがないんで、鎌ケ谷だったら神経制線に沿っていくような形で南に向かって職場に近づいていくこともできるかなということで選びました。3時10分配達完了しました。というわけで職場の方に寄せていこうかと思います。まあなるべく他の人は探してほしいと伝えてはありますが、おそらく、いや間違いなく僕になるでしょう。当日の数時間後からの勤務なんでね、まあ他に来れる人多分いないだろうなっていうのと、まあ職場の上の人にも僕がフーデリやってるのは伝わってるんでね、呼べば来れるだろうぐらいには思われてる。実際にまあ行けちゃうっていうのがあるんで、しょうがない、向かいます。はい、全然ならずに順調に地元に戻ってきてしまいました。呼んでくれたのが4時5分びっくりドンキー船橋芝山店さんということで、55分の無音、さすが閑散期の地元です。こんにちは、ウーバーイーツです。はい、大穴来たか。まあでも行っちゃいましょう。4時16分、びっくりドンキーさんの配達完了しまして、お次はジュズってくれました、ほっともっと高根高段駅前店さんです。行き先が大穴北。普段は喜んで選ぶ場所ではありませんが、こんだけにならなくて仕事までの時間が限られてる。あ、そうそう、仕事結局行くことになりました。はい、そういう状態なんで、もうなってくれたの行くしかないかなといったところです。まあ、今運んだびっくりドンキーさんもね、今回のホットモットさんも一応分単価26円出してくれてるのが唯一の救いですかね。ロースカツカレーを1つ、はい、ファミリーフライドポテトを1つ、はい、特製豚汁3つです。はい、合ってます。はい、お預かりします。4時36分、ホットモットさんの配達完了しまして、次は決まっておりません。で、仕事までの時間だいぶ近づいてきてしまいましたので、ロング案件はもう取れないですね。ショートか職場に近づける案件だけということで、あと1件くらい乗れると気分いいんですが、どうでしょうか。時刻まもなく5時になります。今日はもうこれで終わりですかね。仕事もありますし、閑散期、なかなか何も期待できないです。夜ピークに入ってくればまた当然なってくれるんでしょうけど、5時になるかならないかという時間帯だと、おっとっとっと、はい、最後になってくれました。これ言って終わりにしましょう。すき家船橋日大前店さんです。はい、というわけですき家船橋日大前店さん、11分のショート案件、これ最後ですね。こんにちは、ウーバーイーツです。はい、というわけで今日最後の配達ピックアップ完了しまして、お届け先奈良篠台方面、結構すぐそばですね。で、この後仕事を向かいます。急なヘルプの仕事ですが、しょうがない。まあね、今日みたいに無料で健康診断も受けられるし、困ってる時は助け合いといった形ですね。5時4分、すき家さんの配達完了しました。ということで今日の配達はここで終わりです。仕事向かいます。はい、簡単に結果発表いきます。オンライン時間が6時間20分くらいですね。走行距離が81キロ、出前館2件だけ乗ってます。約1400円、 Uber さんが12回で5667円ということで、合計売上がだいたい約7000円。6時間ちょっと乗って、6時間20分乗って7000円、危ないね、ギリギリ1000円時給超えてます。まあ仕事も入っちゃいましたし、午前中健康診断なんかもあったんで、これぐらい稼げれば御の字といえば御の字ですけれども、結構長い無音時間なんかもありまして、ザ・閑散期という感じ、まあ堪能させてもらった一日という感じでした。でもってね、こんだけ配達する時間がないと、さすがに今週はひまたぎクエスト完クリはもう諦めるしかないんですが、まあ運がいいことにハズレクエストなんでね、とりあえず第一段階だけは目指していきたいかなということで、
とはいえ金土日日曜日夜勤がある中で1日平均30回近く乗らなきゃいけないで大変は大変ですけど頑張っていきたいかなというふうに思います。あとねもう今日仕事入っちゃったんで明日は無理ですけど早朝とか試してみたいですね。機械なんとか作ってやってみようかと思います。なんか4時半くらいからスタートするとライバル少ないんじゃないかななんていうふうに思ったりはしております。というわけで今日はここまでです。バリウム飲んで気持ち悪いですが仕事頑張ってきます。水分たくさん取らなきゃいけないらしいんでねお茶とかお水たくさん飲んでお腹タポタポさせながら働こうかと思います。はい、それではまた。